2023年明けましておめでとうございます。ひなじんです。今年もよろしくお願いしますということで、今年の抱負は継続ということでね、まずは今できていることを続ける、これが一番大事でございます。ゲーム配信ね、あとイラスト制作、ゲーム制作、これをね長い目で見てね、毎日やるっていうのもまあいいんですけど、まあそれもできない日あってもいいよねっていう、そういうあの長いスパンで見て継続してるよっていうのが、大事だと思いますので、まあこれからもねゆるいペースでやらせていただきますのでよろしくお願いします。はい。まあそれに加えてですね、今年はちょっと新しいこともやれとならねやりてるなって思ってますね。最近はやっぱショート動画ですね、ショート動画ちょっと気になってるなって思ってて、まああんまりそのスマホとかで見たりはしないんですけど、形式的に見た感じ TikTok とほぼ同じなのかなっていう気はしますけど、まああんま最近 TikTok 見てねえからなんとも言えねえけど、 TikTok のノリほど何陽キャ感みたいなのはどうなんだろう。俺の見てる動画が、まあ、大体そのまあ偏ってる感じなんで、まあ、それでおすすめがそういう感じになってるのかなっていう気もしなくもないですけど、まあいずれにせよ、まあショート動画なんで短い動画なんですね。なんで編集もまあ幾分か楽ですし、まあショート動画作ればもしかしたら TikTok にも参入、いやーどうでしょうね。なんかノリが違うからちょっと TikTok の住民に対して。あの俺の動画がウケるかどうかみたいなのはまあやってみないとわかんないけど、ちょっと痛い目見そうだなって感じはしますね。まあ YouTube でまずは様子見ってところですかね。問題はね、あのゲーム制作チャンネルの方なんですね。今んところまあ一から始めたんで進捗がね出せないんですよね。なんで動画がねまあ当然なんですが作れないっていうことで、まあこればっかりはね焦ってもしょうがないので、まあ見せれる進捗ができたらまあその時考えようねっていう感じではありますね。あの動画編集の技術もねまあ磨いていこうかなとは思ってます。まあ一応10年くらいまあ続けてる趣味ではあるので、このまま、まあ、なかったことにするのももったいない気はするなと思ってるので、まあ、動画編集もやっていこうかなっていう気持ちにようやくなってます。長かったな、1年くらいかかったんじゃないか。まあ何にせよね、まあそういう動画、まあショート動画なり進捗動画なりいろいろあるとは思いますが、まあ数字はねあんまり気にしないでいきましょう。うん、これはもう次回みたいなもんですけど、まあそんなねそんな簡単に数字なんて取れるもんじゃねえから、まあしょうがないので、単純な数字よりもその実際に応援してくれてる人をね大事にするっていうのはまあ去年も言ってましたけど、まあそこは変わらないと。まあね、その応援してくれる人、大事な層を少しずつ増やすこと、まあこれをね目標にしていきたいなと思ってます。あとはね顔出しして配信できるようにダイエットを頑張りましょうね。ちょっとずつ減ってはいるんだけどね、まだまだ足りないのでダイエット頑張りましょう。今年はどうですかね。まあ6月ちょっとゲームがすごい爪爪になってるんで、まあそこら辺大変でしょうけど、まあ頑張っていきますので体慣らしていきましょうね。最近あんまゲームしてないからね。ということで、2023年もひなじんをよろしくお願いします。新しくはないかな。まあちょっと新しいことができればいいかなって思ってるひなじんでした。それでは1年頑張りましょう。